Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. フットボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け、2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はビファーレン長崎対 FC 東京、こちらをご覧いただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。ビファーレン長崎対 FC 東京、この試合なんといっても注目はやはりサミュエル・エトーですよね。北澤さん、はい、間違いないですよね。規格外のスピードと俊敏性、そしてゴールセンスを持つストライカーですからね。ミドル、まだある。エトーを上げる、頭、いやーよく止めましたよね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ここは繋がりません。スペースを狙った、シュート、とこれは繋がりません。さあ打てるか、うわ、取らないですね。カウンターですよ。さあ右へ預けて、ここはボールを下げる、太陽、ファビーニョ、ファビーニョからエトー、さあつながるか、シュートレンジです。これは合いません。太陽、うわ、展開早くなってきましたね。来た、ロナウジーニョ、いやーこれ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。このボールをインターセプト、クリスティアノ・ロナウド。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。 FC 東京、ここでファウルをもらいます。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。澤田、今のファールは注意だけで済んだようですね。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。スローインをカットします。中央へトス、触る、セカンドボール拾いたい。ここは奪います。絶好の位置で受ける、ロナウジーニョ、ポストの左です。シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。高橋、右サイドを振って、アラバ、ここでファールがありました。ここは対応します。
ファビーニュからエイト、ここはつながりません。抜けてくるシュート、ゴール FC 東京、ロナウジーニョ素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。そうですね、普通はちょっと焦りそうな気もしますけどもね、ドリブルでしっかり持ち込んで落ち着いて決めましたよね。さあ FC 東京先制ゴールを決めました。1対0、先制点が奪えると、振り抜いた、このファーストハーフ最初のコーナーキックは FC 東京、このパスはキーパーへ、イバルム、これは合いません。バビーニョ、さあここから持っていく、マキノ、うまいインターセプトを見せます。ここでファールがありました。さあ狙える距離です。まあ当然キックはいいですからね、チャンス、速いボールで直接狙ってきましたがゴールにはなりません。スルーパスを出す、ファビーニョこのボールに触ります。There will be one minute added time. フレンキー・デ・ヨング、積極的なディフェンス、高橋このボールをカットします。エジガル・ジュニオからイバルボ、ここもしっかりディフェンスしました。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。いやこの2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね、ここは期待したいですね。ビファーレン長崎対 FC 東京、それでは続けて試合を楽しみください。Substitutions taking place. さあ後半スタート。さらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半の入り、積極的に仕掛けて1点返したいですね。はい、ここは守備の対応、ここはファールを取られます。マラドーナ、ファビーニョからムリエル、またファールか。およそ30メートルというところです。直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。マラドーナ、スルーパス、おっとこれはミスになる。どうだ、チャンス、やや危ないようにも見えます。シュート、エジガル・ジュニオ、エジガル・ジュニオ、ここはつながりません。バラン、マラドーナ、これは届くか、
いいボール入りますよ。クリアです。リバルコ、エズガルジュニオ、ここはカットします。さあエズガルジュニオ、長崎カウンターを仕掛けます。ボール向かってきますよ。シュート、オブこぼれたところを仕込む、ゲット、長崎。さあこのボールであと1点というところまで来ました。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。おそらくこのセカンドボールを予想してポジショニングを取ってましたよね。フィニッシュも落ち着いてましたよね。The attendance for this match was 70,987. さあ長崎、あと1点というところ。このゲームを追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、まあ、後半の早い時間帯に取れましたよね、はい、この後の展開ちょっと分からなくなりましたよね。シュート、ここはクリア、落ち着かせます。デヨングからマラドーナ、澤田、長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポジションを高めると主導権を握れますからね、はい、あとおっとインモービレ、いや展開早くなってましたね。裏へのスルーパス、どうだ、さあムリエル、あ、開いた、フリーだ、シュート、いや追加点、 FC 東京、これで差は2ゴールになりました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。サブスタチューションオンザフィールド、長崎はここでベンチが動きます。さあ FC 東京2点差にリードを広げてリスタートです。 FC 東京としては2点のリードがかなり楽になりますよね。監督もイメージ通りじゃないですかね。そうですね。ナンバー7、ナンバー25、引き上がってきますよ。マラドーナからムリエル、さあインモービレ、 FC 東京ここでファールをもらいます。バビーニョ、ここから打った、これはよく止めました。いい反応でしたよね。ファインセーブでしたね。マラドーナ得意のミドル、アスピリクエタ、このボールをカットします。マラドーナドリブルで仕掛ける、いいですよ、ポジション切り替え。クリスティアン、積極的な守備を見せます。裏のスペースを狙う、いいボールだ、澤田から奥井、中上げる、シュート、いや長崎絶好のチャンス、ものにできません。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。このスルーパスは通りません。デヨングからムリエル、ムリエルからマラドーナ、これはファウルではありません。ここは通しません。太陽、これは合いません。スルーパスを狙う、ここはつながりません。ここ来ましたよ、マラドーナ、この試合ですでにアシストを記録しています。狙った、こぼれた、枠を捉えたか、時間の使い方も大事になってきますよね。頭で来た、追加点、 FC 東京点差は3点、試合が決まってしまうのか。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。
いやー、いいヘディングでしたね。ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。さあ、 FC 東京3点のリードでリスタート。審判流しました。高橋裏を狙っていきます。 There will be 3 minutes at a time. 太陽さあ、エズベル・ジュニオ、これは合いません。フリーで受けた。さあ、チャンス。アスピリクエタ、うまくボールに行きました。デブライン、笛です。4対1、長崎敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。さあ、北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったですよね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。そうですね。ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が大差での敗北を喫しています。
And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall.各チームしのぎを削るこの大会、目標達成に近づけるのは果たしてどちらでしょうか。注目の一戦です。この時間はデポルテスアントファガスタ対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあファーストハーフ見ていきましょう。デポルテスアントファガスタ対ビファーレン長崎、
北澤さん、ラウル・ゴンサレス、スペインの至宝とまで言われている選手ですよね。そうですね、彼のオフザボールの動きやボールコントロールは本当に素晴らしいんですよね、はい、それだけじゃなくて人格者というか紳士的なプレイヤーとしても有名ですよね。ライバルチームからも尊敬されるくらいですからね、それも至宝たるゆえんなのでしょうか。今日のプレーも期待しましょう。ラウール、キエザへのボール、いい形じゃないですか。ここで丁寧にコントロール、アレクサンダー・アーノルドへのボール、リズムを刻む。ここはまだ始まってお互い様子見といったシーンが続いています。このボールをインターセプト、折り返す、わずかに合いませんでした。大きく前線に入れます。ここは読んでいました。澤田、さあ左サイドへ、マヌエル・ロカテッリ。前半17分です。まだ両チームともフィニッシュまでの形がありませんよね。どちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。絶好の位置、マヌエル・ロカテッリ、ワンツー抜け出すか。ボールのこのパス、ここは繋がりません。チャンスになる、シュート、防いだ。高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。ファインセーブを見せましたと呼んでいた。これは合いません。とこぼれてる、これは積極的なチェック、対応します。もう一度組み立てます。マヌエル・ロカテッリ。長崎はボールを持ってポゼッションを高くするという戦術なんですが、どのあたり注目なんでしょうか。そうですね、こっちがボールを持っていると相手も我慢できずに奪いに来るので、その瞬間攻撃のスイッチをどこで入れるのか注目したいですよね。なるほど、これは選手同士のコンビネーション、意思疎通も高いレベルが常に求められますよね。そう簡単にはできない。頭だ、見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、あんま取れませんね。フェデリコ・キエーザ、キエーザ、ジェズス、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ギリギリのプレー、太陽、素早いパスで攻め上がっていきます。さあエジガルジュニオ、これはファールを取られました。アキノ、今のファールでイエローカードをもらっています。注意受けたんですけどもね、まだ荒さが目立ちますよね。ここは奪います。アキノ、スルーパスを狙う、ラウール、素晴らしい連携、シュート。しかしこれよく止めましたね。いい反応でしたよね、ファインセーブですよね。このピンチでしたがナイスセーブ。
さあジェズス、おっとシュッ、先制キエーザ、いやよく反応しましたね。これはポジショニングが良かったですよね。セカンドボールへの反応はあらかじめ予想しておかないと反応できないですからね。イメージ通りだったんじゃないですかね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、ジェズス、笠原のセーブ、これは素晴らしい反応でした。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。これはキーパーいい反応、これはクリア、かわした、この位置で受ける、クロスが入る、キーパー直接処理しました。ここもしっかりディフェンスしました。ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0。さあまずは前半が終わりました。長崎としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。デポルテスアントファガスタ対ビファーレン長崎、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。長崎としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。マヌエル・ロカテッリ、フォーデンからジェズス、デクラン・ライス、マヌエル・ロカテッリ、デクラン・ライス、体を張ります。デポルテ・サントファガスタ、ここでファールをもらいます。アキノ、先ほどのファールで2枚目のイエローカード、そしてレッドカードをもらっています。うーん、まだ荒いプレー、シュート、止めた、こぼれます。太陽、エジガル・ジュニオへ、ベースウェイと変えますよ。高橋から中、これを読んでいた。フォーデン、ラウール、トクラからエジガルジュニオ、インターセプト。このセカンドボールは、さあカウンタースピードを上げたいところ。ジェズスからラウール、さあ右へ預けて、アレクサンダー・アーノルド。長崎はここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね。この後半は立ち上がりからもっと積極的、シュート、詰めてきた、決めた。The attendance for this match was 72,306. ジェズス、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。これはファンブルを狙ってましたかね。ポジショニングも良かったですし、イメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。Substitution in progress. 長崎はベンチに動きがあります。さらに1点を追加し、2対0としています。アントファガスタとしては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどもね。なるほど。ラウール、硬い守備を見せます。セカンドボール拾いたい。アントファガスタとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってても点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、
ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としてはもう少し何かをしていかないと厳しいかもしれませんね。これはなかなかこじ開けられない。加藤、エズガルジュニア、これはチャンスだと呼んでいた。デクランライス、抜けた。エジガルジュニアから澤田、中へのクロス、ラウール、スペースを狙う。さあジェズス、自分で行く、シュート、追加点。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。ジェズス、ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。いやボックス内で冷静なフィニッシュでしたよね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。ジェズス、今日2点目のゴールです。3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。ここはファールを取られます。フェデリコ・キエーザ、ラウール、ラウールから左サイド、うまいインターセプトを見せます。マヌエル・ロカテッリ、ここはつながりません。ロカテッリから左へ、カウンターですよ。ベースを使う、いいボールだ。さあフォーデン、クロス、ヘッドだ、なんと止めた。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。さあ左へ預けて、ここは返す、これは合いません。積極的なディフェンス、奪い返します。さあ左サイドへスルーパス、いいボール入りますよ。フォーデン、いい展開ですね。これはチャンス、抜けてくる。澤田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。バストーニから左サイド、さあフォーデン、There will be one minute at a time.アントファガスタとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ショート、アレクサンダー・アーノルドからフォーデン、どうだ、頭できた、押し込むか、押し込んでくる、いや追加点、全く手を緩めません。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができ、試合終了、4対0長崎。このゲーム残念ながら負けてしまいました。そしてこの大会からも退くこととなります。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。長崎としてはプレッシャーもあったんでしょうかね。ちょっとチームの歯車がうまく付き合わなかった感じですね。この課題をクリアしてまた強くなってほしいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。長崎がこのコンペティション敗退という結果になりました。
Security staff for each block, please report to the staff room immediately.各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、代表を決める戦いの始まりです。この時間はビパーレン長崎対リバプール、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。ビパーレン長崎対リバプール、まあ、序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。リバプールカウンターを仕掛けます。ロナウジーニョからのパスは通りませんでした。エディガルジュニオ、このボールをカットします。エディガルジュニオからイバルバ、ボール入るか。ここは大きくクリアの対応。
奥井、この位置で受ける、クロスを折り返す、ソファー危ないところでしたがなんとか切り抜けます。いや展開早くなってましたね。さあブラホビッチ、ブラホビッチからマラドーナ、アレクサンダー・アーノルド、このボールに触ります。ネイマール、厳しくチェックします。奥田、ここでファールがありました。マラドーナ、両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。スルーパスを出す、大竹からイバルボ、アレクサンダー・アーノルド、対応します。マラドーナへ、ネイマール、チェックを受けながらのドリブル、イバルボ、さあエジガル・ジュニオ、裏を狙う、抜けた、ここはディフェンスの対応、さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。長崎、ヘディング、キーパー止めた、いやー今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。ファインセーブを見せました。シュート、これはわずかに右でした。シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。もう一度低い弾道、イバル仕掛けるか、来た、先制、長崎、まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあ長崎先制、1対0です。これで試合が動いたので、ここからオープンな展開になる可能性もあります。シュート、防ぐ、これは素晴らしい反応でした。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。このピンチでしたがナイスセーブ、どうだ、ミドル、さあ左へ預けて大竹に渡る、ロナウジーニョ、柔らかいボール、インターセプト、このボールはつながりません。澤田、エジガル・ジュニア、スルーパスを狙う、裏を狙いましたが通りません。ボアテング、カゼミロ、ブラホビッチ、このボールをカットします。ネイマール、ネイマールからアラバ、大竹からイバルボ、イバルボからエジガル・ジュニオ、裏へのスルーパス、ロナウジーニョからアレクサンダー・アーノルド、マラドーナへ、マラドーナから右へ、ここでファーストハーフ終了、引き続き
15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0、長崎1点先制して折り返したという前半です。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。ビファーレン長崎対リバプール、長崎が前半終わって1対0リードで折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。長崎としてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよ、スペースにいいボール出たんですけどね。ネイマール、ネイマール、ブラホビッチへのボール、高橋一旦戻します。奥井、大きく前線へ、エズガルジュニオ、スペースを使う、飛び出したと呼んでいった。カゼミロ、フォファナ、カゼミーロへ、ブラホビッチからマラドーナ、テクニックを披露します。マラドーナからネイマール、ロナウジーニョ、チャンスになる、守備陣クリアの対応です。積極的な守備を見せます。うわ、取らないですね。エジガルジュニオ、カゼミーロ、流れを止めます。狙えるか、ネイマール、The attendance for this match was 71,800. あの位置からのシュートですけどもね、素晴らしいですね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面、ネイマール、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としてはフィニッシュまでの形がいまいち作れてないんですよね。今は耐える時間帯だと思いますけどもね、やっぱり90分間ずっと自分たちのリズムっていうことはないですからね。堅いディフェンス、裏へ届くか、絶好のシュート、いやエジガルジュニア、素晴らしいグランダー製のシュート、決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいシュートだったと思いますよ。長崎としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。カウンターですよ。ここは対応します。高橋、しびき、一呼吸を置きます。奥井、奥田、沢田へ、沢田から奥井、いけるか、アレクサンダー・アーノルド、ここは体を張ります。硬い守備を見せます。さあカウンターだ。さあ持っていく、抜けるか、いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。さあマラドーナ、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。
エジゲルジュニオからイバルボ、シュート来た、追加だ、長崎突き放します。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。ナンバー19カミングオンザフィールド。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。いや、時間帯がいいですよね。この時間での2点差は精神的にも楽になりますよね。大きな1点ですよね。そうですね。ブラホビッチ、ここはカットします。ここは守備の対応。クリスティアン、イバルボ、スペースを狙う。ボアテング、ここは読んでいました。アレクサンダー・アーノルド、クリスティアン、エジガル・ジュニオ、加藤、シュート、追加点、長崎さらに突き放します。これで3ゴール差。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。エジガル・ジュニオ、今日2点目のゴールです。さあ長崎、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。当て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点、ここで笛です。3対0、長崎一方的な勝利、決着相手を寄せつけませんでした。エジガル・ジュニオ、今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、本日の対戦、何かコメントございますか。長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が圧倒的勝利、3対0、見事でした。
Please turn your attention to the screen for information provided by the local police.このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間は、コキンボウニノ対ビファーレン長崎。こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。ホキンボウニノ対ビファーレン長崎、この試合注目は何といってもロベルト・カルロスですよね。そうですね、ロベカルといったらやっぱりあの長い助走からの弾丸フリーキックですよね。そうですね、あのフリーキックですよね。壁に入る相手の選手は怖いでしょうね。いや絶対怖いですよね。痛いですよね、時速140キロ超えるらしいですからね。当たったら痛いなんてもんじゃないですよね、まさに悪魔の左足の持ち主です。今日もフリーキックのチャンスがあったら狙ってほしいですよね。注目です。ベラからフォルラ、ベラ、笠原のセーブ、あっとここは大きくクリア、危ないシーンでした。クリアです。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。ウーレイ、ベラ、硬い守備を見せます。大竹、スペースを狙う、大竹に渡る、抜けてくる、これを読んでいた。ベラ、ウーレイ、細かいパス回し、コキンボウニノがここでファウルを取られます。長崎は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。狙えるか、シュート、こぼれます。これはクリア。ベラが待っていると呼んでいた。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。ファーサイド、笠原しっかりと抑えました。大竹、奥家、太陽、イバルド、イバルボから左へ、ここはカットします。
ウーレイ奪います。ベラ、これは合いません。フォルランに渡る、フォルラン来た、かわす、コーナーキックのチャンスになります。コキンボウニートとしてはやっぱりこの高さは大きな武器ですよね。前半32分を回りました。このボールをインターセプト。このセカンドボールはエジガルジュニオ、エジガルジュニオへ、桑崎、イバルボへ、イバルボ、海王へ。ファーストハーフ、この終盤両チームスコアは0対0です。どうするか、危ない、ホールダウン、インターセプト、まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。ホールダウンへ、裏を狙っていきます、シュート、先制、絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけどもね、お互いの息ぴったりでしたよね。先制1対0です。これで試合が動いたのでここからオープンな展開になる可能性もありますよね。なるほど、リスタート直後はまた点が入りやすいタイミングなので引き締めたいですよね。はい、澤田へ、イバルボ、澤田、ホルダー、うまいインターセプトを見せます。ここで前半が終了しました。前半終え1対0。さあ前半いかがでしたか。長崎としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。コキンボウニド対ビファーレン長崎、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。長崎としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。奥井からエジガルジュニオ、ロベルト・カルロス、縦へのボール、ここは守備の対応、ここは奪います。ホールランからベラ、どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応、ここはつながりません。さあこのセカンドボール、ふわっとしたボール、ここはキーパー処理しました。ザンボアンギサからのスルーパスでしたが追いつけませんでした。エジガルジュニオからサバダ、これはなかなかこじ開けられない。フォルダ、いいプレッシャーです。エジガルジュニオからイバルボ、スルーパスを出す、シュート、いやー、同点、長崎見事な同点ゴール決まりました。いや、これは素晴らしい、いい展開ですよね。シュート、笠原のセーブ。長崎としては追いついた分若干勢いという意味では勝ってますかね。The attendance for this match was 71,649. 奥井、海王へ、海王、パスでつないで攻め込んでいきます。さあエジガルジュニオ、
さあイバルボ、イバルボ抜いた、シュート、来た、勝ち越し長崎。ゲームをひっくり返します。イバルボドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。ボックスの中に持ち込んでしっかり決めましたよね。ドリブルであそこまで持ち込めるというのも技術の高い証拠ですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ長崎、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。チームに勢いが出てきましたよね、自分たちのペースが掴めた感じですね。やはり流れを掴めるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。長崎カウンターを仕掛けていきます。スペースへ行けるか、フリーだ、どうだこのシュート、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。コキンボウニドは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。裏のスペースを狙う、とこれは奥井、硬い守備を見せます。奥井、太陽、イバルボ、イバルボからエジガルジュニオ、太陽へ、ここは対応します。イリチッチ、ここはファールです。奥井、サイドへ、加藤、速いパス回し、これは届くか、シュート、来た長崎、決定的なゴールになるのか。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。いやディフェンスとの駆け引きが素晴らしかったですよね。一瞬のタイミングなんですけど、うまくスペースに抜け出しましたよね。フィニッシュも冷静でいいゴールでしたね。エジガルジュニオ、今日2点目のゴールです。シュート、止めた。両チームともメンバー交代があるようです。Coming on the field is number 8, Wilmar Barrios. ロベルト・カルロス。Substitutions taking place. オフサイドです。高橋、スペースを使う、来たか、シュートレンジです。エジガルジュニオ、これはファールです。残り5分を切っています。スルーパス、さあ抜けた、セララジャン、バラン、抜けてくる、バランからベラ、裏のスペースを狙う、いいオーバーラップですよ。イバルボ、
裏を狙う。このボールに触ります。いやー少しいい形になりかけたんですけどね。セララジャ裏へのスルーパス、どうだと呼んでいた。ここはファールを取られます。奥井イバルボへ、エチガルジュニオから奥井、シュート決めた長崎。これで点差は3点です。ここで笛です。4対1、見事な勝利です。そしてこの結果条件達成となります。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？いやー、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しましたよね。これは嬉しい勝利になりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が見事に突破を決めています。 Just a quick announcement. It is now time for our special lottery. Please grab the tickets you were given when you were walking through the gates.
And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. フットボールの母国イングランド、群雄割拠のアメリカ、勝者になるのは果たしてどのクラブでしょうか。注目の初戦です。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。
この時間はビファーレン長崎対アストこちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ついにクライマックスを迎えましたが、このイングランドフットボールこそがまさに最強のエンターテインメントといっても過言ではないかもしれません。これは楽しみですね。そうですよね。パスはビッグ4なんて言ってましたけど、どのチームが優勝するのか本当にわからないですよね、はい、チームの完成度が高ければどこにでもチャンスがありますよね。イングランドリーグビファーレン長崎対アストン、このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。奪います。クリスティアノ・ロナウド、タイロン・ミングス、キャッシュ、レオン・ベイリー、起きましたよ。抜けてくる。これは合いません。ベイリーへのボール、おこれいいですよ。守備陣クリアの対応です。秋野、ここはカットします。ルーズボール、ベイリー、富澤、いや今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。危ない。トクラシュート、アストン、ここでファールをもらいます。今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。抜けてくる、スルーパスを狙う。これはつながりませんでした。コーチーニュからのスルーパスでしたが追いつけませんでした。スルーパス抜けてくる、キャッシュ、長いボールを送ります。裏のスペースを狙う、どうだ、さあシュートレンジだ、チャンスになる。コーチーニョ、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。澤田、クリスティアノ・ロナウド、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。うまいインターセプトを見せます。ブスケツへ、右サイドへ振って大竹からトクラ、出るか、
これは旗が上がっています。エズリコンサ、ジョン・マクギン、ルイズ、ここは下げます。アシュリー・ヤング、ルイズから左サイド抜ければチャンス。おっとこぼれ球、ここはつながりません。ここで前を向けるか、このボールをインターセプト。縦へのボール、トクラ、澤田、澤田、ブスケッツ、タイロン・ミングス、アシュリー・ヤング、コウチーニョへ、裏へ届くか、いいでしょ、コウチーニョに渡る、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。ヨネダ、ブスケッツ、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、大竹通るのか、このパス、このボールに触ります。狙えるか、さあ打てるか、ここはディフェンスの対応、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。ファインセーブを見せました。北澤さん、キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。しびきが体勢を崩してのシュートでした。しびき細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ロナウドへ、エズリコンサ、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。さあ前半が終わりました。長崎としては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は広がりましたね。先制して折り返すぞという気持ちを感じ取りましたね。 Everyone, please welcome our players. イングランドリーグ、リパーレン長崎対アストン、前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ後半0対0で入っていく後半です。アシュリー・ヤング、アシュリー・ヤングからコウチーニョ、これはファールではありませんでした。大竹からクリスティアーノ・ロナウド、いいですよ、ポジション切り替え、吉田、このボールをカットします。大竹、ルイズ、裏を狙う、これは合いません。秋野、大きく前線へ、クリスティアーノ・ロナウドからトクラ、大竹、ルイズ、アシュリー・ヤング、タイロン・ミングス、ルイズ、アシュリー・ヤング、ここでファールがありました。
スルーパスを出す。コーチーニョ。お、これいいですよ。厳しくチェックします。クリスティアーノ・ロナウド。澤田。クリスティアーノ・ロナウドからトクラ。裏のスペースを狙う。チャンス来た。打つか。あ、これファール。取らないですか、レフェリー。アキノ。The attendance for this match was 72,306. 値守備を見せます。澤田からのスルーパスをカットしました。さあ、左へ預けて、コーチーニョが受ける。自分で行く。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。大竹。さあ繋がるか。流れを止めます。マルティネス。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。クリスティアーノ・ロナウドに渡る。クリスティアーノ・ロナウドから澤田。ルイズ。危ないシーンでしたが、クリアの対応。スペースを狙った。いいとこありますよ。コーチーニョ。抜けてくる。いけるか。クリスティアーノ・ロナウド。澤田からトクラ。裏へ届くか。このパスを受ける。シュート。決まった。先制長崎。さあ、ここへ来て試合が動きます。大きな先制点。いやー、決まりましたね。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですね。ゴールへ向かってメッシがチームで統一されてますよね。アストンは選手交代のようです。2人の選手を入れ替えます。サブスティチューションインプログレス。サブスティチューションオンザフィールド。さあ、長崎1対0先制しています。先制できたので、ここからのゲームプランですね。もう1点いくのか、無理しないのか、悩む時間帯でもありますよね。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。秋野、これはファールです。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。ブスケッツ、このボールをインターセプト。ここはカットします。コーチーニョ。コーチーニョ。長崎、カウンターを仕掛けていきます。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。長崎、ここでファールをもらいます。すかさず入れてきます。これを読んでいた。失
点してしまうと非常に厳しくなりますからね。久保、いいシュートでした。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。おっと、ルイス、長崎、さあ勝ちまであと少しです。北澤さん、今日はサポーターは嬉しい試合展開になっていますよね。そうですね、自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどもね。長崎が最後のカードを切ります。澤田、先ほどゴールを挙げたんですが今日はここで下がります。Substitution on the field. Number 90. 奥井。Coming on the field is. この後ですよね。Number 7. コーチーニョへ。サンソン。サンソン。来た。追いついた。このゲーム終了間際での同点弾。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えるとチャンスにつながりますね。ナンバー8モゲン・サンソン。丹波での同点劇です。いや、踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。さあこちらシュート止めた、こぼれた。久保、うまいインターセプトを見せます。さあこのセカンドボール、トクラシュート、いやー、すごい、これはゴラソー、いやー、なんといういやーすごい。シュートでした。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。さあ笛が鳴りました。2対1、長崎勝利です。接戦をものにしました。クリスティアーノ・ロナウド、このゲームマン・オブ・ザ・マッチに選ばれました。いやー、北澤さん、最後の最後に試合が動きました。いやー、終わり間際で見せてくれましたね。笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。今日の解説は北澤敦史さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。イングランドリーグ。
長崎が接戦の末に対1位見事勝利しています。Thank you.